松本ほのか。1997年2月5日生まれ。出身地、大阪府。身長、162センチ。血液型、大型。女優の松本ほのかさんが、主演を務めるドラマ、ミワさんなりすます、の面白さや、撮影エピソードなどについて語っています。出演が決まった時の心境をお聞かせください。との問いには、 原作の漫画も読ませていただいて、普段あまり漫画を読む方ではないんですけど、そんな私でもスラスラ読めて楽しめました。シュール、なお面白さがあって、それだけではなく、なりすましという面の、ドキドキ、ハラハラ感もある、不思議な作品だなと、そんな作品を実写ドラマ化するっていうのが、また面白いなと思いました。美輪を演じるにあたり、意識したことを教えてください。との問いには、 ミワという人は一見ふわふわとしていて、周りに流されやすいような人なんですけど、そんな人が流されてしまった中で、家政婦になりすます。やってしまっていることは犯罪とも言えることなのですが、その中でミワは、私なんて、というような謙虚なところがあったりもして、やばいことをしながらも、自分がしていることにずっと葛藤しているというのが、少しちぐはぐで面白いと思います。都会と回答。 松本さんが今熱中しているものを教えてください。との問いには、お笑いとホラーです。大阪出身ということもあって漫才というのがすごく身近で、テレビでもたくさん放送していたので、ずっと好きなんです。何年か前にジャルジャルさんと一緒にコントをやらせてもらって、とても楽しかったです。休憩時間に怪談話を聞いたりしています。と答えています。